最後、パラニュース、すごいですね、ポルトガル、星野さん行ってるんですね。ね、写真いくつか撮ってくださったんですよね。出ました。これ、そうですよね、ゴールボール、日本が非常に頑張って、出足好調で、1回戦、どちらも男女ともに勝っているということですね。星野さんは前の、確かスウェーデン大会だったかな、それも取材に行かれて、オペドニエ国際電話で出てもらった、国際ビデオで出てもらったことがありましたですね。今回もちょっと頼んでみようかな、大使。ということで、これはネットで試合も見ることができるそうなので、オペドのホームページをご覧になってください。ということで、よろしいでしょうかね。ありがとうございます。はい。以上、今日のオペドでした。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオペド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。